ありましたので、で5分って喋り出すと早いよね。ぼーっとしてると長いけどね。ということで、ぜひ私が読んで面白かったので、で絶対に皆さんが読んでも自分がもっとやれるよって、なんか自分の壁なんか破れるよって思います。ぜひ読んでください。水浴びでございます。図書館で借りてもねいいと思うしね。はい、それでは行きましょう。今日体に痛みがある人とかいますか？ここがつらい肩、はい、他の方は大丈夫ですか？はい、それでは行きましょう。まずは肩周りねほぐしますからね。呼吸調整からいきます。座骨をしっかりと押し立てて、かかととかかとはおへその真ん中です。両手は体側です。息を吸って肩と耳引き寄せて吐いてスト、はい、もう一度吸って肩と耳引き寄せて吐いてスト、はい、吸って肩と耳引き寄せて、肩甲骨と肩甲骨寄せて、じゃあこのままちょっと手でパタパタと肩甲骨と肩甲骨をこう寄せるようにしてみましょう。今痛い？肩痛い人痛いんだね。はい、じゃあそのまんまお膝の上です。多分ねこの内側のところね、この鎖骨の下にローテーターカフっていう小さな筋肉があるんですけど、そこが固まってる可能性があるかもね。こう後ろにあると痛いでしょ。上は平気ね、多分ここだ。はい、じゃあほぐしましょうね。はい、じゃあまずはまぶたを閉じて今日のご自分の呼吸を感じていきます。深い呼吸ができているでしょうか、それとも浅い呼吸でしょうか。どちらの呼吸でもいい悪いの判断は下す必要がありません。ただただ今のご自分の呼吸を感じていきます。どちらの呼吸でもいい悪いの判断は下す必要がありません。ただただ今のご自分の呼吸を感じて受け止めていきましょう。さあ、それでは口からいらないもの吐き出します。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸います。鼻から細く長く吐きましょう。吐き切ったら薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。胸大きく広げます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。吐き切ります。吐き切ったら薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中背骨が空に向かって長く伸びます。鼻から細く長く吐いていきます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道スシムナという大きな神経回路が出来上がりました。体の中のエネルギーの巡りが良くなってきます。腹式呼吸に戻りましょう。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。
大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。ご自分のリズムでゆったりと呼吸を繰り返していきます。このまんま1分間瞑想していきましょう。それではチムドラほどいて胸元で合掌します。吸う息でゆっくりまぶたを開けましょう。それでは改めましてリラックスヨガレッスン担当します加古です。よろしくお願いします。はい、それではですね、体の中を浄化する呼吸法、そして副交感神経を優位にするアヌローマ・ビローマ3セットを行います。左の手チムドラ、右の手は人差し指中指を折り曲げます。意識は眉間アジーナチャクラに親指当てます。薬指開けときます。左から4個間息を吸い続けます。はい、薬指を閉じて両鼻閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外して右から8個間息を吐き続けます。右から4個間息を吸います。親指閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、薬指外して左から8個間息を吐き続けます。これで1セットです。2セット目いきます。左から4個間息を吸います。薬指を閉じます。息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外して右から8個間息を吐き続けます。右から4個間息を吸います。親指閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、薬指外して左から8個間息を吐き続けます。左から4個間息を吸います。薬指を閉じます。息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外して右から8個間息を吐き続けます。右から4個間息を吸います。親指閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、薬指外して左から8個間息を吐き続けます。右の手外します。左のチムドラもほどきます。両鼻から大きく息を吸って吐いていきます。アヌローマ・ビローマ行った後のご自分の心と体の変化を感じましょう。吸う息でまぶた開けます。どうでしょうか。鼻の通りが良くなった感じありますか。苦しかった人いる。大丈夫ですか。お家帰ったらマスクね外してやったら楽だと思います。はい、それではですね、肩の高さに手を置きます。息を吸いながら頭の上で手を合わせます。
はい、そのまま次の吸う息でぐーっと手を引き上げます。吐きながらゆっくり体側肩の高さに下ろします。吸う息で胸の前です。肩甲骨周りほどいてますね。胸の前にぐーっと手を伸ばします。肩甲骨が回転します。吐きながら肩の高さです。はい、吸う息で上がります。ぐーっと背骨伸ばすと背骨の上についている脊柱起立筋群、骨盤から脇の下にかけて伸びている広背筋ストレッチになります。息を吐きながら 体の高さ、はい、吸う息で胸の前です。伸ばしましょう。はい、じゃあ手のひら天井に向けます。吐きながら脇を締めて肘を曲げて後ろで肩甲骨と肩甲骨寄せます。もう一度吸う息で伸ばします。吐きながら脇を締めていきましょう。バストアップにも効果があるポーズです。ではもう一度、はい、吸って吐いて、はい、そしたら手のひらをマットにつけます。この前腕のストレッチです。パソコンやりすぎたりね、スマホやっててこの前腕が凝ってても肩こりにつながります。はい、息を吸って背筋伸ばして吐きながら頭下げていきます。もう頭下げないで背中伸ばしてるだけでもきついよっていう人は頭下げなくていいです。大丈夫な人だけ頭下げて3呼吸キープです。あと2呼吸1つ、はい、吸う息で体戻して手の甲をつけます。頭下げていきましょう。このまま3呼吸前腕のこの外側の筋肉ですね、ストレッチになります。あと2呼吸1つ、ゆっくり体を起こします。ゆっくり体を起こしたら右の手左の肘で掴んでお顔をぐーっと右側です。この上の筋肉上腕をストレッチです。3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、はい、じゃあ逆いきます。肘と肘抱えてお顔は左です。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ。これは肩痛い人痛い？大丈夫？痛い？うんうん大丈夫ね。はい、そしたらお尻の後ろで手を組んで、はい、その手をパタパタと上下に、これ痛いよね、痛くない？大丈夫？大丈夫、はい、じゃあパタパタしてください。はい、じゃあ動きを止めていきます。はい、そしたらですね、もう少し後からね、あの肩ほぐすポーズ入れていきますからね、足ほぐします。はい、骨盤幅に開いていただいて股関節からブラブラっと揺らしていきます。はい、動きを止めて5本の指できるだけ開きます。足裏ここに見えない壁があると思ってグーッと押してください。ふくらはぎの縦長の筋肉、腓腹筋、ハムストリングストレッチ、吐いて足の甲を伸ばします。すねの筋肉、前肩骨筋、太ももの筋肉、大腿四頭筋ストレッチです。はい、もう一度いきます。はい、吸ってぐーっとしてあげます。吐いて足の甲を伸ばします。ウォーキングとかランニングする方ね、走る前とか歩く前にこれやってストレッチしてあげると、あの怪我もしにくくなるし疲れも取れやすくなります。はい、股関、足首を回します。外側から内側、外側から内側、外側から内側、はい、止めてぐーっとします。内側から外側、内側から外側、内側から外側、じゃブラブラと揺らして、はい、パタパタと足裏ほどいていきます。で足をしっかり閉じます。両手両手体側です。息を吸いながら上がっていきます。頭の上で合掌します。背骨をぐーっと引き上げて両手耳の横、この股関節から2つ折り、おへそは背中の方にぐーっと押し込んでいくようなイメージです。足裏つかめる人は足裏つかみます。つかめない人は足の横に手を置いておきましょう。長座前屈のポーズです。このまんま3呼吸キープです。腰回りの筋肉ね、緩めていきますからね。あと3つ呼吸キープ、あと2呼吸1つ、ゆっくりと体を起こします。背骨ぐーっと引き上げて頭の上で合掌したら、そのまんま後頭部に手を置いて肘と肘を寄せて吐きながら頭を下げていきましょう。首の後ろの盤状筋、首から肩の上の方に広がっている僧帽筋ストレッチです。5キロの重さの頭を首回り肩回りで支えてますからね、あの首
肩周り凝ってしまうのは当たり前といえば当たり前。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ。ゆっくりお顔と胸天井に向けていきます。胸しっかり開きます。脇も広げます。このまんま3呼吸キープです。あと2呼吸1つ。はい、頭戻します。はい、そしたら右の足山形に立てて左の足をまたぎます。お膝抱えます。お尻の後ろに手をつきます。息を吸って背筋伸ばしておへそからねじります。おへそ、お腹、胸、最後にお顔。そして視線は天井です。首の後ろはしっかり伸ばして顔は上を向きません。視線だけ天井です。アルドマ、テンドラ、アサナ、ねじりのポーズ。視線上を向けることでまぶたの筋肉、眼輪筋も使えます。このまんま3呼吸キープ。内臓に深い刺激が入り内臓の不調を整えてくれるポーズです。ゆっくり体前に戻して頭下げます。ねじりを行った後のご自分の心と体の変化を感じましょう。吸う息で体を起こします。はい、そしたら左の手を上げます。頭の上に軽く手を乗せて頭を倒しましょう。頭の重さで右側の首のこりをほどいてます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。頭戻します。はい、手も下ろします。はい、足戻します。反対側行きましょう。さあ、左の膝山形に立ててまたぎます。お膝右の手で抱えてお尻の後ろに左の手。さあ、息を吸って背筋伸ばしておへそ、お腹、胸、最後にお顔です。視線は天井です。背骨にもねじりが入りますので腰痛解消、そしてウエストシェイプにも効果があります。腹斜筋のストレッチになります。あと2呼吸1つ。はい、体ゆっくり前に戻して頭下げます。ねじりを行った後のご自分の心と体の変化を感じます。吸う息で体を起こしたら右の手上げて頭の上に手を置いて頭右側に倒します。このまんま3呼吸キープです。あと2呼吸1つ。ゆっくり頭戻して手を下ろしていきます。はい、そしたら足裏と足裏合わせましょう。合席のポーズです。はい、パタパタパタっと揺らしてあげます。はい、そしたらですね足を開いていきます。足開きましょう。ご自分が楽なところで大丈夫です。きつい人膝曲げても結構です。背筋をしっかり伸ばします。はい、そして足首、親指持てる人は親指、なんかどうもねこれがやりにくいマイクがなんでしょうね、ちょっと引っかかります。すいません、ちょっと長さ調整しましょう。はい、そしたら左の手をぐっと引き上げて頭倒していきます。ジャーヌ・シルシャ・アサナ、ゆらぎのポーズです。体側をしっかり伸ばしていきます。今日の疲れを取っていきましょう。ご自分が心地いいなっていうところまでで大丈夫です。このまんま3呼吸キープ。あと2呼吸1つ。お顔と胸天井に向けて上がります。左の手は右の手と一直線になるところまで後ろに引きます。胸を開くことでうつ病の予防、猫背の改善、背骨の、ね、3番目4番目胸椎3番目4番目しっかりストレッチしています。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。体まっすぐ戻したら足首、もっといける人親指、吸う息で右の手引き上げてから吐きながら体真横に倒します。自分ができる範囲で大丈夫です。じゃあ、シルシャーサナ、ゆらぎのポーズです。このまんま3呼吸キープしましょう。あと2呼吸1つ。吸う息でお顔と胸天井ぐっと胸開きます。このまんま3呼吸キープ。あと2呼吸1つ。体戻したら両手体の前、息を吐きながら手を伸ばします。
行けるところまでで大丈夫です。お腹がついて、胸がついて、おでこがついていきます。ご自分ができる範囲でいいですよ、ね、柔らかい人はすごい気持ちいいけど、そうじゃない人は内転筋がピリピリ言って痛いかもしれないけど、手はしっかりつけておきましょうね、マットにね。自分のできる範囲で大丈夫ですよ、ね、繰り返し続けることで少しずつね、体柔らかくなりますから。あと3つ呼吸キープしましょう。あと2呼吸、1つゆっくり体戻します。はい、じゃあ膝ね、痛かった人さすってあげて、もう一度足裏合わせてパタパタパタと揺らしていきます。はい、そしたら四つん這いになりましょう。よいしょ、ごめんなさい。両手は肩幅、足は骨盤幅です。さあ、肩の下に手首が来るように、骨盤の下にお膝が来るようにします。背中まっすぐです。肩甲骨、骨盤周りほぐしますので、肩こり解消、腰痛解消に効果があるポーズです。キャット&カウです。息を吐きながら頭を下げて、背中をぐーっと丸めていきましょう。おへそを見ます。息を吸いながらおへそマットに引き寄せて、お顔と胸天井です。吐いて頭下げて、背中を丸めます。はい、吸っておへそマットに引き寄せて、お顔と胸天井です。吐いて頭下げて、背中を丸めます。はい、吸っておへそマットに引き寄せて、お顔と胸天井。吐いて頭下げて、背中を丸めます。おへそ見ます。おへそマットに引き寄せて、お顔と胸天井です。吐いてフラットに戻ります。じゃあ、お尻の筋肉ね、大臀筋とハムストリング強化していきます。ヒップアップに効果があります。さあ、足をぐーっと上げましょう。お顔も上げていきます。骨盤の高さじゃなくて、いっぱい上げます。吐きながら頭を下げて、おでこと膝を体の下で近づけます。はい、吸う息でお顔と足を上げます。吐いて頭下げて、背中を丸めます。はい、もう一回お顔と足をぐーっと上げて、吐いて頭下げて、はい、フラットに戻ります。反対側行きましょう。はい、まず左の足をぐーっと上げたら、お顔も上げます。吐きながらおでこと膝を引き寄せます。はい、吸ってお顔と足ぐーっと上げます。吐いて頭下げて、おでこと膝引き寄せて、はい、吸ってお顔と足上げます。さあ、フラットに戻ります。フラットに戻ったら、右の肘までつきます。左頭、おでこは頭、手の甲の上に乗せます。左の手、右の手の延長線上までぐーっと伸ばしましょう。さあ、そうすると左の脇の下伸びていきます。ここには一荷リンパ節といわれる五大リンパ節の一つがあります。リンパの流れが良くなると肩こり解消に効果があります。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ。さあ、マットに左の手を戻します。左の手マットに戻したら、右の足斜め前に出して、さあ、右の手ぐーっと引き上げます。このマイクの線がすっごい邪魔なんですけど、はい、ぐーっと上げて指先を見ましょう。胸をしっかり開いていきます。このまんま3呼吸キープです。大丈夫？あと2呼吸、1つ。はい、手を下ろします。足も戻します。さあ、反対側行きましょう。左の肘をつきます。手のひらもつけます。そこに頭乗せます。右の手は左の手の延長線上、遠くに、できるだけ遠くに伸ばしてあげましょう。脇の下や体側もね、伸びてると思います。背中の後ろの筋肉、広背筋もストレッチになります。このまんま3呼吸キープです。あと2呼吸、1つ。はい、ゆっくりフラットに戻ります。そっか、私が反対を向かないといけないね。はい、そしたら左の足斜め前に出して、右の肘、膝はついてます。左の手上げましょう。指先を見て胸を開いて3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ。はい、手を下ろします。足も戻します。はい、今度は左の手を一歩前に歩かせます。右の手のひら天井に向けて、右の手が左の手をくぐります。さあ、
頭の横、側頭筋が刺激されます。右の肩がつきます。はい、吸う息で左の手を上げましょう。指先を見ます。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ左の手を足の方に下ろします。手のひらで半円を描いて、耳の横、頭の先にぐーっと左の手を伸ばしていきます。このまんま3呼吸キープです。あと2呼吸、1つお顔の横に左の手をついたら右の手抜きます。さあ反対側行きますよ。今度は右の手一歩前に歩かせます。左の手のひら天井に向けて、右の手の下、左の手がくぐって、左の頭の横がつきます。右の手天井に上げましょう。ウエストにもねじりが入るからデトックス効果もありますね。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ、はい、手を足の方に下ろして、じゃ手のひらで半円を描いて、右の手ぐーっと頭の先まで伸ばしていきます。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つお顔の横に右の手ついて左の手戻します。はい、お尻を上げて、お尻を頂点とした三角形、アドムカシバーナアサナ、背中をしっかり伸ばしていきます。このまんま3呼吸キープしましょう。あと2呼吸、1つ、さあ視線、手と手の間、両手の間に足を運びます。上半身2つ折り、ゆっくり体を起こします。ゆっくり体を起こしてください。さあさあさあ、すいません、マイクにマイクが邪魔でしょうがない。はい、そしたらマットの前の方にお立ちになったら、親指、内くるぶし、お膝を閉じます。内太ももしっかり締めてくださいね。この内転筋意識して今日動いていきましょうね。ここが緩むとパカって大きくなっちゃいますからね。はい、村元で合掌します。肩周りね、太陽礼拝でほぐします。英雄のポーズ入れていきます。一度まぶた閉じます。今ある息を口から吐き出します。まぶたを開けて両手を大きく広げて上がります。頭の上で合掌です。胸元から後屈ウルドバスタラサナ、指先天井を見ます。息を吐きながら両手広げて前屈していきます。さあ上半身2つ折り、頭下げて手のひらつけます。ウッダーナアサナ、腰痛解消に効果があるポーズです。息を吸いながら手のひらまくり上げます。視線は斜め前、アルダウッダーナアサナ、吐いて両手をマットについたら足を遠くに引きます。クンバカアサナ、腹筋背筋、腕の筋肉強化になります。それではバランスポーズ一つ入れますね。右の手に体重かけて左の手が上がります。指先天井、賢者のポーズ。大丈夫、きつい人右の膝ついていいですからね。胸を開いていきます。あと2呼吸、1つ、はい、左の手下ろします。クンバカーサナーに戻ったらお膝つきましょう。脇を締めます。マットに胸を下ろします。足の甲をつけます。両手胸の横、息を吸って体を起こします。お顔と胸天井、ウルドバムカシバーナアサナ。顔をしっかり上げると顎から鎖骨にかけての後傾筋、腹直筋、そして腰椎ストレッチになります。ウルドバムカシバーナアサナ。お尻をぐっと上げましょう。背中伸ばします。肩関節、背骨、後ろに引きます。きつい方はかかと上げて OK、 大丈夫な人はかかとしっかりつけましょう。さあ肩こり解消に効果があるポーズ、アドムカシュバーナアサナ。3呼吸キープしていきます。さあ吸う息で右の足を天井に向けて高く上げます。鼠径部がストレッチになります。さあ視線、手と手の間、吐く息で振り下ろす。はい、親指外側に、左の親指外側に45度、骨盤真正面、私の方を向けてください。右の膝90度、
両手天井万歳。この時にできるだけ中指に意識を向けて、この背中の斜めの筋肉、広背筋しっかり伸ばすと肩こり解消になります。足のむくみ解消、足の筋強化。では右の膝伸ばして、おへそ真横です。手のひら床です。右の手の指先を見ます。吐きながら右の膝90度、肩周りの筋強化、両股関節のストレッチ。このまんま3呼吸キープ。あと2呼吸。1つ。肩関節くるんと回して太ももの上。右の手のひら天井。頭の先までぐーっと伸ばしましょう。手のひら見ていきます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ。右の肘を太ももの上に置きます。はい、左の手頭の先にぐーっと伸びます。指先を見ましょう。パルシバコナーサナ。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸。1つ。吐きながら左の手へその下。吸う息で右の膝伸ばして、はい、左の手天井に上がります。右の手足の甲まで行けたら足の甲、すねでも大丈夫ですよ。トリコーナーアンサナ。左の横隔膜、左の股関節周りの筋肉ストレッチになります。あと2呼吸。1つ、はい、手を下ろします。両手足の横、頭下げてリラックスします。3呼吸キープ。足裏ね、お尻の筋肉、大臀筋も伸びてると思います。あと2呼吸。1つ、骨盤の高さまで体を起こします。右足の10センチ前に右の手ポンとつきます。左の手カップハンズ、はい、左の足上げます。無理して手離さなくていいです。バランス取れたら左の手腰の横、バランス取れたら天井に上げて、お顔をつけられる人は指先天井を見ていきます。アルダチャンドラーサナ、自分のできるところで OK です。あと3つ呼吸器。あと2呼吸。1つ、はい、手を下ろしてから足を下ろします。上半身2つ折り、頭下げます。はい、吸う息で体半分起こします。アルダウッターナーサナ。吐いてお膝曲げて、耳の横に手を伸ばします。打つ方アサナ、お顔は天井です。で、できるだけ腰を下げた方が負荷がかかります。で、内太もも意識してしっかりね、力入れてください。このまんま3呼吸キープ。あと2呼吸。1つ、はい、吸って上がります。頭の上で合掌したら、吐きながら、さあ、右の体側ストレッチ。右の肘腰天井を見ていきます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ、はい、吸って背骨ぐっと引き上げて、吐いて左の体側伸ばしましょう。左の肘腰天井を見ます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸。1つ、はい、吸って真ん中、息を吐きながらゆっくり体側に下ろして、胸元で合掌します。反対側行きましょう。今ある息を口から吐き出します。まぶたを開けて、両手を大きく広げて上がります。頭の上で合掌です。胸元から後屈ウルドバスタラザナ。息を吐きながら前屈していきます。上半身2つ折り、ウッターナアサナ、はい、吸って体半分起こします。アルダウッターナアサナ。吐いて両手ついて、足を後ろに引きます。クンバカアサナ、大丈夫ですか。今度反対側行きますね。左の手に体重かけて、左足の上に右足乗せて、右の手が上がります。そうです、そうです。このまんま3呼吸キープ。顔上げるときつい人は顔上げなくていいですよ。あと2呼吸。余裕がある人は足上げてもいいです。はい、じゃあ手を下ろしてクンバカアサナに戻ります。さあ、脇を締めて、肘を曲げて、マットをスレスレチャタナ。吐いて滑り出して、吸って体を起こします。ウルドバムカシバナアサナ。吐いてお尻をぐっと天井に上げます。背中伸ばしましょう。視線足と足の間、アドムカシバナアサナ。このまんま3呼吸キープします。
はい、吸う息で左の足を天井に向けて高く上げます。さあ、視線手と手の間、吐く息で振り下ろす。はい、体を起こします。右の親指外側に45度、左の膝90度、両手天井、中指ぐーっと上げてください。お顔天井です。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ膝伸ばします。両手肩の高さ、手のひら床、指先を見ます。吐いて左の膝90度、ビラバドラサナ2です。そうです、そうです、いいですね。首の後ろはしっかり伸ばします。そう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 、伸びた伸びた。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ。はい、右の肩くるんと回して太もも、はい、左の手のひら天井、頭の先までぐーっと伸びます。ビラバドラーサナ4、大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。肘曲げて太ももの上、吸う息で頭の先に右の手伸ばします。パールシュバコーナーサナ、指先を見ましょう。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。吐きながらへその下に下ろして、吸う息で頭の上に上げます。膝、左の膝伸ばします。両膝しっかり伸ばして、膝の横でもすねでも足の甲までいければ足の甲、お顔は右の手の指先を見ていきます。トリコーナアサナ、このまま3呼吸キープ。右の股関節、横隔膜ストレッチになります。あと2呼吸、1つ。頭を下げます。はい、両手足の横、おでことすねを引き寄せてお休みです。このまま3呼吸キープです。あと2呼吸、1つ。吸う息で体、骨盤の高さまで起こします。左の足の10センチ前に左の手ポンとつきます。右の手カップハンズ、さあ右の足、骨盤の高さまで上げます。はい、手を離せたら腰の横、天井に上げられたら上げます。お顔をつけられたら指先天井を見ていきます。おっとっと、このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ。はい、手を下ろしてから足を下ろします。はい、頭を下げます。はい、お膝曲げてお尻後ろに突き出して、両手耳の横、うつ肩アサナ、このまんま3呼吸キープです。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸、1つ。はい、吸って上がります。背骨ぐーっと引き上げたら、さあ体側伸ばしましょう。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ。はい、吸って背骨ぐっと引き上げて、吐いて右の体側伸ばします。あと2呼吸、1つ。はい、吸って背骨引き上げたら、息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。胸元で合掌、背骨ぐっと引き上げて、吐きながらゆっくり体側に下ろして、胸元で合掌します。まぶたを閉じましょう。ご自分の心と体の変化を感じていきます。意識は伸びている筋肉に向けましょう。心も体もリラックスしていくのを感じましょう。体側に手を下ろしてまぶた開けます。さあ、どうでしょうか。すっきりしましたでしょうか。はい、そしたら汗拭いてお水を飲んだら、頭を私の方に向けて仰向けになります。頭を私の方に向けて仰向けです。はい、大丈夫でしょうか。仰向けになりましたか。はい、そしたらね、ちょっと股関節周りの筋肉、腸腰筋ね、少し動かしていきます。足マットについてます。はい、吸う息で右足だけ上げていきます。5交換で上げます。はい、1、2、3、4、5、下ろしますよ。5、4、3、2、1、もう一度いきます。1、2、3、4、5、5、4、3、2、1、
3、2、1、下ろします。ラスト1、2、3、4、5。はい、そしたら膝もつか、持っていければふくらはぎ、足首持てたら足首持って、さあご自分の方にぐーっと引き寄せます。頭も上げてください。おでことすねを引き寄せましょう。このまんま3呼吸キープです。あと2呼吸1つ頭を下ろします。はい、そしたら右の膝90度に折り曲げて、左の手で膝の外側を掴んで、はい、左側に右の足倒します。お顔は右を向きます。右の手耳の横、頭の先にぐーっと伸ばすと右の体側も伸びていきます。右の背中の斜めの筋肉、広背筋もストレッチになります。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、はい、手を下ろして足戻します。マットに長く伸ばします。今度左足いきます。5個間で上げます。5、4、3、2、1、膝できるだけ伸ばしてくださいね。下ろしましょう。5、4、3、2、1、上げていきます。1、2、3、4、5、下ろします。5、4、3、2、1、ラストになります。1、2、3、4、5。さあ膝裏、ふくらはぎ、足首、自分が持てるところ、膝が伸びるところですね。吐きながら頭の方に足を引き寄せます。頭も上げておでことすねを引き寄せます。足裏の筋肉のストレッチ、このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ頭を下ろします。頭を下ろしたら膝90度に折り曲げて、右の手で膝の外側をつかみます。さあ曲げた膝は右側に倒して、お顔を左向きます。肩が浮かないところで背骨をしっかりねじってあげます。はい、そして手を、左の手耳の横、体側もぐーっと伸ばしましょう。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、はい、手をゆっくり下ろして、足はじゃあ両膝山形に立ててください。骨盤幅に開きます。お尻の横に手を置いて、お尻をぐーっと上げていきます。首の後ろの盤状筋、首から肩の上の方に広がっている僧帽筋、太ももの筋肉、大腿四頭筋、大腿骨と骨盤つないでる腸腰筋ストレッチです。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、はい、背骨一骨一骨マットに下ろしていきます。お尻がついたら息吐いてリラックス。さあ右側に両膝パターンと倒します。はい、吸う息で真ん中吐いて、左側、同じことを2回、あと2回します。真ん中に戻して、吐きながら右側、左右差もあると思うので、お家でするときね、真ん中に戻します。苦手な方を多くやってください。はい、ぐーっと左側、はい、吸って真ん中吐いて右側、はい、吸って真ん中吐いて左です。はい、真ん中に戻したら一度両膝胸元に抱えます。お腹と太ももぎゅーっと引き寄せます。腰痛解消、便秘解消に効果があるポーズ。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ。お膝を体の外側に置いて、親指、人差し指、中指で足の親指つかみます。今膝曲がってます。ゆっくりと膝伸ばして足を開いていきます。寝たままのハッピーベイビーのポーズです。内転筋のストレッチになります。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ。足天井に90度です。はい、手を離します。手と足ブラブラと揺すります。毛細血管を刺激して、手先足先に溜まっている老廃物、心臓に押し流します。はい、そしたら手は下ろします。上半身を起こしてください。ちょっときついけど力を体に入れてきますから、後でスーッと力を抜けます。
でゆっくり足を下ろしますね。8、7、6、5、頭上げたままよ。4、3、2、1、頭も足も下ろします。はい、両足マット幅に開いて腰ゆらゆらと揺らします。動きを止めてお顔も左右にゴロンゴロンと揺らしていきます。動きを止めましょう。脇軽く開けて手のひら天井、手のひらの力抜きます。手首の力も抜きます。手首から肘までの前腕の力も緩めます。肘の力も抜きます。肘から肩まで前腕上腕の力も抜きます。肩周りの筋肉も緩めます。足首、すね、ふくらはぎ、太もも、ハムストリング、力を抜いていきます。お腹の力を抜きます。さあ、胸の力も抜いていきましょう。お尻のほっぺ、柔らかくしていきます。腰椎5本、胸椎12本、頸椎7本、一骨一骨マットに重く沈めましょう。頭もマットに重く沈めます。お口は小さくポカンと開けて口周りの筋肉緩めます。ほっぺの力も抜きます。まぶたは優しく閉じて目の力を抜いていきましょう。最後のポーズ、シャバーサナーに入ってまいります。呼吸はゆったり繰り返していきます。吐く息ごとに体がマットに重く沈みます。吐く息ごとに骨も筋肉も皮膚も緊張が抜けて柔らかくなっていきます。吐く息ごとに深いリラックスを感じていきましょう。
まるごねばやにまひねよよなぶらちょたSahana Braktu Sahamyan Karababa Hai Tejasvina Babita Matsu Mavidviもう少しこのままでいたいところですが、少しずつ覚醒しましょう。足を左右にブラブラと揺らします。その動きを止めて、両手グッパグッパグッパ、
お顔左右にゴロンゴロンと揺らします。その動きを止めます。頭の上で両手を組みましょう。さあ手のひらかにして伸びます。伸びて伸びて伸びて、吐いて一度体側にゆっくり下ろします。足を閉じましょう。今度は手と足いっぺんに伸びます。もう一度頭の上で両手を組んで手のひらかにして伸びます。伸びて伸びて伸びて、吐いて両手体側に下ろして両膝山形に立てて胸元に抱えて左右にゴロンゴロンと揺らしましょう。ゴロンゴロンと揺らします。はい、左側に向きましょう。上半身も下半身も全部左。お母さんのお腹の中にいた胎児のポーズです。人が一番落ち着くポーズと言われています。さあ両手で体をサポートして頭一番最後ゆっくり起き上がってください。起き上がってきたら安楽座で座りましょう。お膝の上、手のひら天井です。親指、人差し指、輪っかを作り3本の指伸ばして顎を明るく引いてまぶた閉じていきます。最後の呼吸調整瞑想ご一緒に行います。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。ご自分のリズムでゆったりと呼吸を繰り返していきます。このまま1分間瞑想していきましょう。体がほぐれると心もほぐれ、穏やかで前向きになっているのを感じましょう。過ぎ去った過去のこと、くよくよ悩むのやめましょう。未来を不安に思うのはやめましょう。誰も未来のことなど分かりません。それよりも今の一瞬一瞬、今日という日を大切に生きていきましょう。チムドラほどいて胸元で合掌します。今感じていること思っていることを胸の中心に収めます。最後に深呼吸3回ご一緒に繰り返します。鼻から大きく息を吸って、口からいらないもの吐き出します。大きく息を吸って、愛、夢、希望、喜び、幸せ、成功、全部体に取り込みます。怒り、悲しみ、苦しみ、妬み、口から吐き出します。大きく息を吸って、嫌なこと、辛いこと、悩み事、全部口から吐き出します。吸う息でゆっくりまぶたを開けます。皆様と共にヨガのレッスンできたことに感謝しています。明日が笑顔いっぱいの素敵な一日になりますように。さあ今日はレッスンいただきましてありがとうございました。頑張った。
ご自分に拍手をしましょう。お疲れ様でした。さあ明るくしていきますね。お水しっかり飲んでくださいね。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。